ダニエル・スウェンソンは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン、イン・フレームスのドラマーとして著名。1993年に、イエーテボリのメロディックデスメタルバンド、サクリリッジでドラマー兼ボーカリストとして活動を始める。1995年に千人ボーカリストのマイケル・アンダーソンが加入したが、ボーカル兼任は続いた。サクリリッは、ブラックサン・レコーと契約し、 1996年に、ファーストアルバム、Lost in the Beauty U3 でデビューする。その後、マイケル・アンダーソンが脱退したため、再びダニエルが一人でボーカルを担当するようになった。1997年にセカンドアルバム、The Fifth Season をリリース。1995年から1996年の間、デビュー前のゴシックメタルバンド、d ィ o l y t e に在籍していた。 ディメンションゼロのレコーディング時にセッションボーカリストとして参加したことで、イエスパーストロムブラードと知り合う。1998年にインフレームスにドラマーとして加入。この加入がきっかけでサクリリッチは解散している。以降、インフレームスのドラマーとして、ホースアルバムコロニー以降参加することとなった。2006年にサクリリッチが再結成される。 再結成にあたって、バンド名が、サクリリッジ GBG と変わった。しかし、再結成後は目立った活動はないまま自然消滅した。2015年11月、インフレームスから脱退を発表。脱退の理由は、家族との時間を大切にするため。ドラマーとしては、モーラーメソッドと呼ばれる技法の良い見本であるとされる。また、インフレームス加入後は、作詞。 作曲には関わっていないが、サクリリッチでは、作詞、作曲も共作で行っていた。ミュージシャンとしてだけではなく、レコーディングエンジニアとしての活動もある。また、出身地のイエーテボリのサッカークラブチーム、イフックイエーテボリのサポーターでもある。コロニー、日本版、ライナーノーツハット AB、インフレームスドラマーダニエル・スベンソン・クイッツバンド2、フォーカス・オン・ファミリー・ライフ、ブラバー・マウス、 ネット2016年10月30日閲覧。たま、アーティストプロフィール、ダニエル・スベンソン。ありがとうございます。